レッドバルクス、競馬つらつらより、25日、中京競馬場で開催される高、松宮記念、G1、の、主役、レッドバルクスに騎乗する M. デムーロ騎手。全国リーディングトップの39勝で、早くも独走体制に入っている。先週17日もカンタービレでフラワーシー、G3、を制するなど、相変わらず、の勝負強さに加え今年は安定感でもプラスされており、まさに、無双、状態。追いすがる C. ルメール騎手、31勝、竹豊騎手、27勝、もう追いつくのはなかなかに至難だろう。そんなデムーロ騎手だけに、今週の高松、宮記念も当然の一番人気が予想される。ここ2年でスプリント G1 を2勝する王者、レッドフ。ルクスに騎乗するだけに、その注目度は当然高い。レッドバルクスは21日に最終追い切り、リを行い、5波論66秒5から13秒1。外拉地沿いを回ったためにタイムはいまいちだが、追い切りは失敗したけど、まあ大丈夫だろう。使っていい感じで来ているし、不安は今のところあまりない。内容のある追い切りができた、と陣営の自信は変わらず。スプリント G1 連覇の準備は整ったと言えるだろう。日本の、電撃王、もう手場に抱えるデムーロ騎手。今年はここから G1 勝利量産体制に入るかもしれないが、デムーロ騎手といえば、時折、トラブル、を起こして騎乗止ま。止めになったり物議を醸したりする騎手としても知られている。古くはゴール線手前の、飛行機ポーズ、や、昨年は皐月賞後に勝利した松山晃平騎手に向かって、中指立て。昨年末の有馬記念では人気の一角スワーブリチャードで、社交、など、荒っぽい行動も少なくはない。そんなデムーロ騎手だが、先週のフラワーシー勝利後、以前、バチバチ、となったジョッキーとの意外な姿を見せたよ。